今日はヨハネル福音書公開メッセージ67回目に相当いたします。今日は21章の15節から一段落19節まで最初にお読みいたします。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい、しよ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、しよ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることはあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。アーメン。ではお祈りいたします。天の母様、今日も御言葉ありがとうございました。ヨハネいる福音書も最後の方になりました。イエス様が復活し弟子たちに会ってくださり、そして弟子たちを私たちのところに使わそうとする、今日のところを心から感謝いたします。どうぞ主よ、私たちもまたペテロのごとくに自己中心のものでありますけれども、あなたが私たちを作り変え、また自分のためを超えて、そして人々のために使わされるものとされておりますことを感謝いたします。今日の御言葉を祝福してください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私の羊を飼いなさい、今日のメッセージの題になります。人を飼えることはとても難しいと思います。いくつか条件が人を飼えるためには必要です。一つには力です。でもこの力っていう時に、今私たちは現実の世界を見ている時にですね、力が人を本当に変えられるか、変えようとして上からの権力、武力、さまざまなものを用いて変えようとしますけれども、実際には変わってない姿を目の当たりにさせられております。次は、今度は命です。権力の次、この命っていうのはどちらかというと私たちの生活、肉体とかですね、そのような食生活とか、まあ家族だとか、そういったレベルの方がちょっと強いかもしれません。これによって私たちは結婚によって変わったり、あるいはまた出来事に出会うことによって変わったりといたします。でもこれも人を根本から変えることはできません。もう一つあります。それは愛です。愛、これは人間をどうも根本から変えていくようですね。外側から肉体、そして内側、これ変えることができません。でも内側から私たちの肉体とか生活のことを含めて、そしてまた私たちの日々の外面的な生活、こういうふうにして順序が愛から、愛が正しい私たちに命を作って、この正しい命が私たちに正しい行動をさせてください。この時だけ人間は本心からこう変わっていくことができます。しかし外側から変えることはできません。ヒトラーが出ようが、あるいは独裁者が出ようが、これは表面的に一時的に変えたかに見受けられますけれども、逆転してその後がですね、この逆に悪い方にと言ってしまうということをいっぱい私たちは見てきました。イエス様ご自身はどうかと言いますと、力、命、愛、すべてをお持ちのお方であります。しかし、
イエス様の方法は、本当は愛、本当の人間の命の部分から、神様と私の命を作ることから始まって、そして私自身の心を作り変えて、そういう私たちの行動、人々との関係を作っていってくださいました。今読んだ箇所、ペテロを根本から変えていった出来事がここに書かれてあります。自己中心であったところのペテロ、そして自分を捨てるものに変えてきました。あるいは死を今拒むもの、何度か拒みましたけれども、そのものをですね、イエス様にどこまでも従っていくものに、イエス様は作り変えていきました。そして何よりも、ペテロに対して大きな期待をしました。私の羊を飼いなさい。私の羊の世話をしなさい。私の羊を飼いなさい。と、三度も繰り返して、ペテロに語りかけ、ペテロを作り変えていく姿を見ることができました。ペテロのかつての姿は、と言いますと、これやはりとても自己中心で、イエス様を信じるのは何のため、自分のため。もちろん私もそうでしたし、皆さんもそうだったんじゃないでしょうか。イエス様を信じたら自分がこうなれるっていうですね。ですから、イエス様のために私たちが使えるんじゃなくて、イエス様に使えてもらう。使えてくれるイエス様だから一生懸命こう求めた。もちろん、ここから全ての人が始まっていくんだと思います。でも、それがだん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 とですね、作り変えられていく姿を見ることができます。ペテロも、たとえ地獄にまでも、あなたに至るまでも、あなたと一緒に行く覚悟です、と言ったんですけれども、実際に、この出来事に、自分自身の身に危険が迫ると、彼はあっという間に、この、手のひらを返していってしまいました。人の本心は、やはり自己中心であって、自己防衛って言うんでしょうか。自分が一番大事だっていうことに変わりありません。皆さんは松本清張の砂の器っていう小説読んだことあるでしょうか。まあ映画とかなんかにもなってるんですけれども、とても面白く私は読んだことを記憶しております。一人の父親と息子、ここから始まるんですけれども、その父親が雷病になってしまうんですね。そしてそれはもう当時今とは全く状況が違います。雷病になるっていうことは寄せ人とされていくっていうことです。あのベンハーなんかの映画の時にもですね、お母さんとお姉さんがハンセン氏病になって岩の間に隠れてですね、生活をするっていうような姿がありましたけれども、今も昔はですね、そうだったですね。日本でも本当に隔離されて嫌われていきました。父親は子供を育てるっていうことは無理だと考えたんです。っていうのは、雷病を移してしまうっていうこと一つ。それから、あまりの貧しさで生活ができないんですから、子供を養って学校に入れるっていうこともできないと考えたんですね。それで、この父親は息子をある面で捨てたんです。そして、その捨てられた息子は実に、幸いなことにとっても裕福な家庭に拾われて、そこの実の子供と同じように愛情をかけられて育てられていて成長しました。やがてその子は特別な才能を持って作曲家になっていったんです。しかもとても有名な作曲家になりました。それを父親は遠くから見ております、聞いております。でも父親はどうしてもある時にその息子に会いたくなってしまったんですね。そしてこのことを調べて、ある時にですね、わからないようでいいから会ってくれと言って息子と会うことになりました。そして1回目2回目の時に、まあここからすぐ近くの蒲田ですけれども、蒲田の JR の捜査場、まあこれは、小説の中の出来事ですけれどもですね、そこで、この息子は父親を殺すんですよね。でも、誰が殺したかはわからない。それが小説でとても面白くて、最初はこのズーズー弁を話してた、あの二人が。そして、何々って言ってたっていう。そのズーズー弁からですね、秋田の方にあるあの土地に関係あるって言って一生懸命捜査するんですけれども、それは関係なく。
実は出雲の方にもう一箇所ズーズー弁を話す場所があったんです。そしてそこから手がかりができてって形になってきました。まあいずれにしても親は子供を捨てるし、子供もまた自分自身の立場、自分が雷病人の子供であるっていうこと、自分が捨てられた子であるっていうこの名誉、それを守るために父親を殺していくっていうですね、そのようなことが書かれている本があります。まあいずれにしても親を、子と、それぞれが自分自身を守っていく。ペテロとしても、あなたもあの人の仲間だって言われた時に、彼はとっさにイエス・キリストを捨てましたね。っていうよりも殺しましたね。あの人全然関係ないって形でやっていかなければなりませんでした。私は知らないと言っていきました。主は十字架の死へ、人々のゆえに死を選び、ゴルゴタの丘で殺されていきます。しかしイエス様は復活し、弟子たちに今出会っております。ペテロは相手を捨てて自分が生きることを考える。これはペテロだけじゃなくて、私たちとても同じところを繰り返して生きてきたと思います。さて、このペテロに対するイエス様の見業を見てこといたしましょう。寮に行ったペテロ。そして虚しさを知って、夜通し働いたけれども何も取れませんでした。これが神様から離れていった人の姿を表しました。とそこにイエス様が現れて、船の右側に網を下ろしなさいと言いました。前回のメッセージがここでした。そうです、右側左側何メーター違うのか。昔の船だったからですね、2メーターも違わないでしょうね。1.5 メーターぐらいかもしれません。でも右側に網を下ろした時に153匹の魚でいっぱいになってですね、船が沈みそうになりました。そして陸に引き上げてみると、イエス様が魚とパンを用意して待っててくださいました。かつて2匹の魚と5つのパンでですね、5000人を養ったっていうその状況をまたそこで再現するがのごとくに、イエス様が私が命のパンであるっていうことを人々に、この弟子たちにまた語りかけていきました。そこまではいいんですけれども、今度イエス様は弟子ペテロに対してですね、このように3回同じような質問をしました。それはまず第1回目は15節に、食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言いました。まず最初は、この人たち以上に私を愛するかと聞きました。要するに、みんなよりも誰よりもあなたは私を愛するかと聞いたんですよね。ペテロはそれに対して、はい、しよ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ここでペテロの答え気をつけてください。私は十分に愛してますよ。と言ったのとは逆のことを言ってるんです。私があなたをどれほど愛しているかは自分なんかで言えません。裏切った人間ですから。でもあなただけが私の心を正しく判断することができる人間なんですよ。そういった意味で言ってるんですね。そうしたらイエス様がそうかそうかと言わないで、また同じような質問しました。次にも、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。そしてイエスは、私の羊の世話をしなさい、ごめんなさい、2度目が16節です。2度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。一回目は、他の人よりも私を愛しているか。そして今ここでは、単純に愛しているかって言ったこの言葉がですね、アガペ使ったそうですね。あなたは神の愛をもって私を愛することができるかっていうような質問になるってことになります。みんなよりもあなたは私を愛する。
神の愛をもって私を愛するかと二度聞かれてきます。でももちろん私があなたを愛していることはどのぐらい私にあなたに対する愛があるかは自分でなんか言うことができません。あなたがご存知ですとまた言いました。そしてまた三度目にもヨハネのご質問、私を愛しているか、ペテロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。この愛はですね、要するに人間的な愛だそうですね。みんなよりも愛しているか、神の愛をもって愛しているか、人間的な愛をもってしてもあなたは私を愛しているかっていうな、この質問に、この三度の質問の詳しい内容がですね、そういうふうに解釈した人がおりました。私もその解釈だととてもよくわかるような気がいたします。人間レベルまで引き下げても、ペテロにはもう主を愛するなどという力は、そのようなものはもうなかったんですね。だから私があなたを愛することはあなたがご存知です。あなたが1センチといえば、それは1センチしかないんです。1ミリというならば、私のあなたに対する愛は1ミリしかないんです。というな、そのようなへりくだりっていうのを、ここのペテロに見ることができます。ペテロの答え、このようにして本当にへりくだらされている姿を見ることができました。さて、それに対してイエス様は、私の羊を養いなさい、飼いなさい、養いなさいとですね、三度同じように答えてくれました。人をある方向に向けようとするときに、まず二つ必要だと思います。一つは、徹底的に自分自身の姿を知らせることです。人間をある方向に向けさせるときに、二つのこと。一つは、徹底的に自分の姿に失望させること。ただ知らせるじゃなくて失望させるってことですね。ですから、罪っていうものがはっきりと理解するっていうこと、これは私たちにとってとても重要になります。私はこの罪がわかりませんでした。自分はそれなりにですね、一生懸命やってるつもりでおりましたので、この罪がなかなかわからなかったですね。ある時にここで夜ですね、昼夜の鐘の鳴る時だったんですけれども、近藤牧師と二人でですね、これから祈りに行くって言ってですね、亀の子山に行ったんですね。寒いからって言ってですね、いろんな洋服を着たりなんかして、そして行って、祈り始めたんですけども、寒くて寒くて、わしはとてもやってられなかったですね。ですから、すいません、ちょっと途中から帰らせてもらいますって言ってですね、こう帰ってきたんです。そして山を降りた時に、私は自分の罪が分かったんです。自分が罪人だっていうことがですね、どういったきっかけで分かったか分からないです。ああ、自分は本当に神様に逆らってる、神様を利用してるだけの罪人だってことが分かったことを記憶しておりますね。何十年も前になります。ですから、まず自分自身が知らないを知らないといけない。二番目は、知った、自分の罪を知っただけでは解決はできません。そうでなくて、今度は期待されることです。あなたは罪人ですよ。しかし、私はあなたに期待している。あなたが罪人とは分かるっていうことがとても重要なことであって、これから私に答えていくために、あなたはこのことがどうしても必要なのですって言って、これは罪と期待。イエス様は、ペテロに対してですね、今、この二つをやってるんです。お前には何の愛もないんだよ。しかし、私はあなたに期待するよ。あなたがむしろ、自分自身のことが分かったからこそ、罪の深さが分かったからこそ、私はあなたに期待する。私の羊を飼いなさい、養いなさい、飼いなさいって言ってですね、ペテロに期待をかけました。私の羊を養いなさい、世話をしなさい、ないないっていうこと。これは本当にペテロにとってどれほど大きな力になったことかと思います。イエス様の答え、ペテロ、
あなたは今まで自分の力で編んできた。自分で帯を締め、思いのままに歩いてきた。しかし、それがどんなことだったか分かったよね。今度は自分で自分の帯を締めて歩いてはいけないよ。むしろ、実は私はあなたに期待している。あなたに私の帯を締めてほしいんだ。そして私が示すところに私と一緒にペテロよ、行ってほしいんだ。と意味が、ここのところに、他の人に帯を締められて行きたくないところへ連れて行かれる。他の人っていうのは誰でしょうか？これこそイエス様ご自身です。ペテロ、あなたが自分は自己中心でダメな人間であることが、わかると同時に、もう一つのことをわかってほしい。私はお前に期待しているよ。という、このことでした。それは、私にはあなたが必要なのだ。私の羊たちのために、働き人が必要だ。ペテロ、私はお前を必要としている。私の羊を養ってほしい。飼ってほしい。また面倒を見てほしい。全世界にいる私の子供たち、行き場のない羊たち、その人たちに語ってほしい、集めてほしい。これがイエス様のペテロに対するところの期待でした。徹底的にペテロは地主の姿を見せられたと同時に、イエス様はそれで終わりではありませんでした。むしろその姿を見せたのは、ペテロに期待しているから、ペテロを用いたいからだったんです。養う、飼うの最大の特徴は、これは自己犠牲が伴うということ、当然のことです。でもこの自己犠牲こそ、実は神が私に示してくださった愛、これを知るためにはどうしても私たちはそれが通らなきゃいけない。むしろそれを通ることによって、自分が神様からどれほど愛されてるかっていうことを知る。とても大切な大切なレッスンがここにあるとわかります。こんなコピーを見つけました。昔のことですけれども、インドでかつて大きな働きをした宣教師がおりまして、アレキサンダー・スミス・ダフ博士。という人がおりました。高齢になってスコットランドに帰ってきました。長老教会の総会で宣教師を募ったんです。しかし誰も答えませんでした。彼はアピールの最中で気を失い、講壇から運び下ろされました。医師は彼の上に覆いかぶさるようにして心臓の具合を見ていました。ところが彼は間もなく目を開けて、ここはどこですか？ここはどこですか？と叫んだのです。じっとしていてください。あなたの心臓は非常に衰弱しています。と医師が言いました。しかし、年老いた勇者はこう叫んだのです。しかし、どうしてもアピールを終えたい。もう一度講壇に立たせてください。もう一度講壇に立たせてください。私はまだアピールを終えていません。と声を絞り出していったんですね。医師は再び言いました。じっとしていてください。あなたにはあまりにも衰弱しておられますから、講壇に立つことはできません。しかし年老いた宣教師はどうにかして歩こうともがきました。彼の決意が衰弱に打ち勝ったのです。白髪の老勇士は片方を医師に支えられ、もう片方は議長に支えられて、再び講壇に近づきました。彼が講壇に登ると、全会衆は敬意を表すために起立しました。それから彼はアピールを続けたのです。ビクトリア女王がインドに行く志願兵を集めると、幾百人もの若王女たちが応じます。しかし、王の王であるイエスが、志願者を募らされる時には誰も応じようとしません。ここで彼はしばらく息をついて再び言葉を続けました。
スコットランドにはインドのために捧げる息子がいなくなったのでしょうか。再び彼は休んでから言葉をつけました。よろしい。もしスコットランドにインドに送り出す青年がいないというなら、私は年をとって衰弱しているけれども、もう一度インドに帰りましょう。私は説教することはできません。しかしガンジス川の岸辺に横たわって死ぬことはできます。このようにして少なくとも一人のスコットランド人はインド人の魂を持って彼らのために命を捨てたと彼らに思ってもらいたいのです。ここまで来ると間髪を入れずにあちこちから青年が立ち上がり、私が行きます。私が行きます。私が行きますと叫びました。これらの大勢の青年たちは、この有名な宣教師が召された後、宣教師として彼らの生涯を投資するため、インドに渡りました。しかしこれは皆神がダフ博士を通してなさったアピールの結果であったのです。こんな記事がですね、あって、とても私自身感動いたしました。そうです。私たちのために本当にイエス様命を捨ててですね、私たちを守り、導き、救ってくださいました。そしてまたイエス様は私たちに、誰がまた共に行くだろうか。誰が私の羊を飼ってくれるだろうか。誰が私の羊を養ってくれるだろうか。と、何か博士のようにですね、今も私たちに語りかけているような気がしてなりません。私の羊を飼いなさい。イエス様が本当に素晴らしい恵みの人生を私に与えてくださいました。自分のためを超えて、またイエス様の羊を飼うための生涯、私たちに与えられております。少しでも答えていきたいと願います。アーメン。お祈りします。天の神様、今日のこの時を心から感謝いたします。今日もあなたが聖書を通して語ってくださいましたことを感謝いたします。私たちの罪を示した、ペテロの罪を示すと同時に、ペテロに対して大きな大きな期待を持って、私の羊を養いなさい、飼いなさいと何度も何度も語ってくださいました。感謝いたします。今、私たちもまたあなたの通じたペテロやヨハネやバウルや様々な人たちに、また身近にいる多くの人たちに私たち語りかけられ養われて、今ここに立つことができておりますことを感謝いたします。また私たちをもしよ、どうぞそれぞれの場所に使わせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。